京都寺町三条のホームズは、もちづ前によるミステリー小説シリーズ。投稿コミュニティサイト、エブリスタに掲載された後、2015年より、双葉文庫から刊行、表紙イラストは山内静。ストーリーは主に骨董品館定と京都探訪。それにまつわる日常の謎解きと主役二人の恋模様を中心に描かれる。ウェブ掲載版と書籍版で、 登場人物の関係性や話の展開が異なっている。2016年度、京都本大賞を受賞作。月刊アクションにて、2017年12月号より漫画版が連載中。2021年8月時点でシリーズ累計発行部数は170万部を突破している。京都へ移り住んで半年になる女子高生の巻葵は、 とある事情によりなき祖父の骨董品を鑑定してもらうべく、寺町三条商店街にぽつりと佇む骨董品店、蔵を訪れる。しかし、そこで出会った鑑定士の家頭清高は、美形で上品で柔らかな物腰でありながら、実は、ホームズの異名で呼ばれるほど、恐ろしく鋭い人物で、葵が骨董品を家族に内緒でこっそり持ち出してきたことをその場で見抜いてしまう。 どうしてもお金が必要だった青に、清高は蔵でアルバイトをしてはどうかと持ちかけ、その日から青は彼と共に骨董品と京都にまつわる様々な出来事に遭遇していくことに、恋の甲はテレビアニメ版の声優。青と清高の二人は同作者の別作品、京都カラスマオイケのお祓いコンポシリーズにもゲスト出演している。また、 同じく同作者の別作品、我が家は、祇園のおまみ屋さんシリーズとも世界観は同一であり、この3作品にメインで登場する3人の、軽男子は顔見知りであるという設定がある。2018年7月より9月まで、テレビ、東京他にて放送された。ありがとうございます。